チリという申し入れの投了をこれから始めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日は11時40分から J パワーの社内で代表が申し入れ書を渡すことになっております。それが終わりましたらこちらで申し入れの報告をしてもらいます。その間私たちは、通行人の方の邪魔にならないように最大限この白線の車道寄り側で待機するということにしてください。それで横断幕がありますので横断幕の方がもう少し前に出てくださって、その後ろあたりに私たちはいるということで行っていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。私は脱原発を目指す大阪の会の事務局を担当しております、亀永と申します。よろしくお願いします。皆様ご存知のように10月1日に J パワーは中断していた大間原発の建設を再開したわけですけれども、政府が決定しようとしている2030年代には原発をゼロにするという方針に照らせば、今から建設を再開したとしても仮にできたとしてもすぐに廃炉にしなければならないという全く無駄な原発を作ろうとしているわけです。しかも皆様ご存知のように大間原発は世界で初めて放出燃料を全都市に投下するというフルモックスの原発です。世界でどこもやったことがありません。 J パワーが大間原発でやろうとしていることは、今からじゃあ報酬料にはいきますので拍手で送り出したいと思います。それでは続けます。 J パワーが大間原発でやろうとしていることは、フルモックスの原発を動かす実験を実際にやろうとしていることです。まるっきり危険でもちろん大変無駄な行為です。現在大間原発はまだ 37.6% しかできておりません。しかも原子炉は設置されておりません。 J パワーやあるいは通行人の皆様に伝えたいことをリレートーク方式で話していきたいと思います。その前に分かりました。じゃあそれでは申し入れに入った代表団を応援しエールを送るというつもりでみんなでコールしていきたいと思います。大間原発の建設反対、大間原発の建設反対、
しよう。ありがとうございます。それでは皆さん、お話に乗りたい方、一人ずつどなたでも結構です。皆さん、私も脱原発を目指す女たちの代表で一生懸命やっていますけれども、ついこの間経産省に大間から小笠原さんに来ていただいたので、ご一緒に入ってきました。で、非常に歯切れの悪い副大臣の回答でしたけれども、もう小笠原さんは本当に必死にこの原発がいかに危険かということを切々と訴えられました。すごい記者たちが待っていまして、非常に丁寧なご対応だったんですけれど、一応申し入れ書を渡して、そしてその後ですね、肝心のやり取りをする段階になったら、記者たちはみんな引き取らされてしまいまして、つまりまずいことは聞かせたくないということだったようです。で、ぶら下がり取材というのがその後あったようで、私は参加してないんですけれども、聞くところによると、記者たちは非常に不勉強で、大間原発のこともそれからアサコハウスのことも知らないというような状況であったそうです。で、私は小笠原さんからも聞いたんですが、今ね、この J パワーは中止をしてますよね。で、中止をしていて、この段階で完全にもうなくなるということになると、8000億円の賠償請求みたいなのを国に要求してるんだそうです。まあ、国策としてやってきたということなのかもしれませんが、でも枝野さんはですね、今回企業が決めろと言ったんですよね。だから私はね、枝野さんや経産省がきちっと J パワーに対してね、もう税金で補填はしませんよ、どこまで作っちゃってそこで途中でダメになったとしても、あんたたちの責任ですよっていうことをきちっと指導してほしいと思います。これ以上私たちの税金を使わせたくありません。だから私はもう今日はね、私たちの税金で保証させないぞっていうのを書いて持ってきました。で、J パワーってなんか誰かが毎日新聞ですかどっかで出てたっていうんだけど、非常にね、ある意味優良な企業なんだそうですね。火力発電もできるだけ CO2 を出さないような工夫をしている、そういう電源を開発している会社だそうです。でも原発は初めて、原発をやるのは初めてなんですね。しかもその初めてのところにフルモックスなんですよ。で、フルモックスって世界でどこもやったことないんですよね。世界でどこもやったことのないフルモックスを、原発を開発したことのない J パワーがいきなりやるということの危険性、こんなの誰が考えたってわかるじゃありませんか。だから J パワーさん、あなたたちはとても優良な企業であるままになっていた方がいいですよ。こんなものに手をつけない方がいい。今まで通り火力やなんかでね、工夫をしていい電源を開発してください。それで優良企業として名を残していってください。絶対に大間のフルマックス原発は手をつけてはいけません。今なら撤退できます。ドイツのように遊園地にするのもいいじゃないですか。で、今あるところ敷地にね、巨大な遊園地とか作って子供たちが遊ぶ場所作ったらね、最高の企業だって褒められると思いますよ。褒められる道を選ぶのか、それとも破滅への道を選ぶのか、私たちは税金で絶対保証させませんから、そのことをよく覚えておいてください。終わり。はい、ありがとうございます。いかがですか。の建設はずっと止まってました。 3.11 を受けて止まっていたんです。 3.11 の福島原発事故は収束などしていません。まだ何にも分かっていません。こんな状態で大間原発の建設を続行しようなどというのはとてもおかしな考え方です。大間原発はフルモックスという他の今の少しフルサーマルで使っているモックス燃料ではなくって、全部のモックス燃料を入れたフルモックスなのです。とても恐ろしい原発を作ろうとしています。これ以上日本の周りの海を汚していいんでしょうか。私たちは住むところも食べるものもなくなってしまいます。お願いですから、大間原発の建設は断念してください。ありがとうございます。
発は、ハイテク都と離れたところに作られています。この間もある経済学者の人が、日本で原発を建てても稼働してもいいところは、3カ所か4カ所くらい、泊まりと、それとこの大間と、あと四国の方とか、その理由は何かというと、人があまり住んでないから。その時会場に来てた男の方が、人が住んでいなくてもそこで生活してる人は必ずいる。その人ならば、その人たちは犠牲になってもいいのですか？で、私はそこでさらに思いました。人だけじゃない、鳥も牛も獣もというか獣もいる動物たちもいますよね。お魚もいる、みんないるんです。みんな命が生まれてるんです。そういうのを踏みにじって、果たして本当にそんなに原発が必要なのかな。で、その本当に一番最初に犠牲になる自然界のいろんな生き物たちは声を上げられないんですよね。そのことは私はすごく悔しいし申し訳ないと思います。人間はこの地球の主人公でも支配者でもないんです。同居人なんです。だからもうこれ以上自然を汚す、壊すような、命を脅かすような原発を、この社能を出さないように、もっと謙虚に同じ生き物としてこの地球で暮らしていきたいと思います。ですから順番の皆さん、きれいな空気、きれいな自然を守るために、再生エネルギー、風力発電、火力発電にどんどん優れた研究をされて、いい電力を生み出してください。それなら私は心から応援します。よろしくお願いします。エイパワー電源開発株式会社という会社は、これまで火力発電や風力発電など様々に新しい技術を開発して評価されている会社だそうです。 CO2 をできるだけ出さない火力発電という意味では非常に優れた技術を持っている会社だというふうに報道されました。その会社がわざわざ8000億、これからいくらかかるんでしょうか。新しくできた原子力規制委員会が新しい安全基準をこれから策定をいたします。これができるのは来年だろうと言っております。新しい安全基準に照らして大間原発のこれまでの設計基準というのがより変更される可能性はあります。そうしますと、もっともっとお金はかかるし、そういうことでせっかく作ったのに結局ほとんど稼働できなかったということを J パワーの株主は容認するんでしょうか。現在東京電力などでも、株主訴訟という形で株主を中心に訴訟が行われております。 J パワー電源開発株式会社の皆さん、あなた方の 株主は大間原発に無駄なお金をどん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 注ぎ込むことを認めると思いますか。私が株主なら、残念ながら株主ではありませんが、絶対に認めません。これからそのことはものすごく問題になっていくと思います。どうぞ皆さん、無駄な、そして世界で最も危険な大間原発の建設をこの段階で断念するという賢明な判断をしてください。それではトークを続けていただきたいと思います。そうですね、よろしくお願いします。ダルバンコルカイトです。こんにちは。あ、どうもないですか。どうもないですか。はい。あ、本当ですか。あ、Jパワーの皆さん、おはようございます。先ほどとても優良企業であるというお話がありましたが、私も記者の企業理念を見てびっくりしたほどです。使命、私たちは人々の求めるエネルギーを無断に提供し、日本と世界の持続可能な発展に貢献します。信条として誠実と誇りを全ての企業活動の原点とするともなっております。それから環境との調和を図り、地域の信頼に生きる皆さん、
もう一度皆さんの会社の企業理念を読んでください。素晴らしい会社です。利益を成長の源泉とし、その成果を社会と共に分かち合う。自らを常に磨き、知恵と技術の先駆けとなる。その次、豊かな個性と情熱を一つに明日に挑戦する。それからもう一つ、企業行動規範というのが書いてあります。これはちょっと今朝私も集まりのメールを見たんで書ききれなかったんですが、とても素晴らしい会社です。そういう会社がフルモックスの大間の原発をに手を染めたら、世界中と協調するというお宅様の企業理念に反します。もし反した場合は責任者がそれなりの責任を取るとも書いてあります。とても素晴らしいです。一つ、当社は経験豊かな、当社の事業活動が環境問題と深く関わっているとの認識に立ち、環境保全活動に積極的に取り組みます。これはお宅様が挙げた、企業行動規範の一つです。これに反するのは一目瞭然です。世界で初めてのフルモックス、プルトニウムがどれだけ危ないものか、私たちは大間のマグロが食べられなくなります。それからもう一つ、社会とのコミュニケーションの確保ともあります。当社は公正かつ透明な情報開示や広報活動を行い、社会とのコミュニケーションを確保します。これはお宅様の企業行動規範です。今まで原発に手を染めなかったお宅様の会社が大間の原発に手を染めたらどうなるでしょう。それから社会への貢献もあります。当社は良き企業市民として海外を含め積極的社会貢献活動に取り組むとともに、地域社会の発展に貢献します。私たち日本はずっと不況にあわいでました。原発をやめれば不況になる、海外に企業が行くと言いますが、とんでもなく原発が55基54基やった時から海外へ流出してます。不況は 3.11 以降もっとひどいものになりました。これで大間が動けば、北海道とか九州のまだ汚染の薄い食物も全て汚染されるんです。皆さん、東京の方もこうやって歩いてますが、ここら辺はかなり高いんですよ。政府の発表は嘘ばっかりです。 J パワーさん、ぜひ日本の優良な企業として、私は東京電力の事故のあからさまを見て、日本の優良企業かと思って情けなくなりました。それを言い訳するのを新聞に堂々と書いて、企業立国には工業立国日本という立場、他の原発以外の企業を一生懸命日夜努力してるんです。あまりのひどい東京電力の実態に呆れ返りました。ちっちゃい企業なら、でもそれじゃ持ちません、あんなんじゃ。 J パワーはそこのところ、この企業理念にも分かるように素晴らしい業績できて、石炭の開発をしてるってことです。CO2 が温暖化の原因でないということはもう世界中にバレてます。石炭はたくさんあります。それをガス化していろいろな使い方ができるという研究をされている方、ぜひこのフルモックスをやめて国に8000億の賠償をもらってください。私たちの責任としてはそれはしょうがないことだと思います。どうぞ8000億国へ要求して、今までの優良企業をそのままJパワー、ジャパンパワーとして残してください。以上です。ありがとうございます。そして私が見たものは本当にどうにもならない恐怖でした。エレナさんの顔が引きずって、説明がもご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 で全然わからない。日本が、東京がこれからどうなっていくのか、
全くわかりませんでした。あの恐怖をどうして日本人は忘れるんですか。私のすごく疑問に思っているところです。やっぱりエネルギー問題はそんな簡単な解決じゃない。確かにわかります。雇用問題も絡んでくるんだけど、でもそれこそ日本の技術という、ドイツでもやっぱりその日本の技術というのは非常に評価が高いです。でその技術を持った国がまたここにもしないで原発3基を立ち上げる、そして核燃料の再処理も始める、その恐怖は一体どこに行ってしまったのか。これは本当にドイツ人も非常に不思議がっています。海外からそういうふうに見られているということはご存知なんでしょうか。本当に日本人として今私は悲しいです。どうかデビューパパのお父さんを原発は本当にやめたそうよ。もう解決ができない。私たちは人間がコントロールできるものではないということを知ってほしいでしょう。どうしてそれが明日にはお分かりになってないんでしょうか。お金がそんなに大事ですか。儲けがそんなに大事ですか。命じゃないんですか。どうかやはりこの原発、政府もそうですけれども、会社がもうやめたと言えば、それでも困らない。無防止のもし事故が起こる場合、これは福島の4倍の恐怖が待ってるんですよ。本当にもう人間ではどうにもできないはず。で、その辺はどうやってお考えになっているんでしょうか。本当に聞かせてほしいです。どうか本当にみんなが言ってるようにもう一度会社の立ち位置に戻ってください。本当に確かに綺麗な本当にいいエネルギーを持ってきてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。電源開発 の経営陣の皆さん、大場原発の建設実施に力を発揮できる方にこの声が届いていることを願います。政府は30年代に原発依存度をゼロに向かう方向とするということで閣議決定をしなかったものの、将来的には原発依存度をゼロとする方法に日本は舵を切ったと私たちは思いました。しかしそれと全く矛盾する
働く皆さん、そして経営陣の皆さん、一言言わせていただきます。私の息子は北海道で農業をしています。この大間原発事業が開催され、私は今まで12日以降原発が止まり、そして新設がされないということを信じて将来に希望を持っていました。そして息子が北海道で農業をするということに本当胸を取り戻しつつあるというふうな調査結果
けて他の皆さんのアピールもいただきたいと思いますので、まずは代表から申し入れの報告をお願いしたいと思います。ここに代表が並んでください。じゃあちょっとこのフェンスの前に並んでください。写真用です。広報課長の本田さんという方でした。で、5名の方が対応をされました。私たちがまず最初にお聞きしたのは、実はJパワー電源開発っていうのはここ10年ぐらいすごく頑張っていい技術をたくさん実際広めてきてる、そういう会社でもあるということを私たちは承知していると。例えば会社の方からも言われたんですけれども、風力発電については日本で第2位の実績を持っているとか、あるいは火力発電所などの言ってみれば清潔度と言ったらいいんでしょうか、それですとか、それから燃料の効率度といったようなことではもう世界的にも高い技術が認められている会社で、電力ということ今後ということを考えたときに、非常にこのイメージが私たちに大きくあったからこそ、今大変不安に思っているし、なぜそれを方向転換をしないでいるのかということについて厳しく何度もお尋ねをしました。で、それに対していいイメージのエネルギー産業であるというふうに言っていただけるのは嬉しいけれども、日本の将来ということを考えたときに、今方向転換をせざるを得ないのだと、原発を抜きにして日本の将来はやっぱりありえないと考えていると。はい、そうです。ということをはっきり言われました。で、例えば電気というのは信号機だとか大型冷凍庫だとか、そんなこと分かっているわけですけれども、日常の隅々でとても重要な力を持っているので、それを絶やすわけにはいかない、電力業者としてそのことをしっかりやらなきゃならないので、原子力は必要だと考えていると。で、これは今の政権がどういう結論を出そうが、自分たちはその方向性ということを確信しているということで、だからいくら私たちが言ってくれても立場が違うんだと。で、とっても苦労をしている。夏が乗り切れたからそれで OK というのはあまりに甘い考えだというのがおっしゃるようです。で、企業としてでも今まで8500億使ってきて、それで福島のような事故が起きたら一発で終わりじゃないですかと。それで企業としてペイするんですかと。今の東電を見ても分かるように、それがペイするわけがないし、100年500年10万年といったものすごい長期的な責任なんか負えるものではないし、そんなことをやっていいんですかと。本当にそれでいいんですかっていうんで、それはもう火中毒を拾うなんていうものではなくって、悪魔に手を貸すということそのものじゃないかといったようなことも申し上げてきたんですけれども、それについては特にお答えは一切ない。今必要である。それから大間を私たちも実際に行って見てきたんですけれども、本当にこの間写真なんかで見ていただいた方も多いかと思いますが、海っぺりのギリギリのところに立っていて、もう目と鼻の先にその海がある、それからこっち側を向けば人家があるといったようなひどい状況をよく分かっていながら、そういうところを変えようとしないということは一体どうなのかって言ったら、十分に
安全基準を大事にしながら尊重しながらやっていますと。で、出来上がった時にもう原発2030年にゼロにするっていうこと で作った途端に完成使用できなくなるっていうことだって十分あるんですよねって言ったら、そういうことはまあないと思っているわけですね。今の政権が続くとは、2030はあくまでも、サービストークであって、きちんと政策として方向性が確定したものだとは考えていないということを、はい、そうです、完全にということが言われました。で、サービストークと書いてはいけないようです。はい、でも確信はしてる、それをやらざるを得ない、自分たちはやるしかないと考えていると。だからなんかそれってやり続けることに意味があるってお考えなんですかって聞いたら、絶対そういうことはありませんと言っておりました。それから安全対策ではなくて安全強化策ということを今一生懸命力を入れていると。で、フルモックスのことについては未だかって世界中でも本当にちゃんとやれてるところがない、そういう技術でしょうって言ったら、今自分たちはもう3分の1ぐらいからずっと前の復元、敦賀の復元に関しては自分たちも十分関与してきていて、で、復元の場合には一部ではあるが MOX 燃料を使って実際にやってきた。でももう今動いていないわけですが、そういうこともあるので、MOX 燃料を使って炉心を扱うという技術も自分たちにはちゃんとノウハウがあるのであるということを言われました。で、そうですね、はい、それで例えば風力といったようなことでやっていけるっていうのは、今日本で第2位の事業者だとおっしゃったんだから、そういうのをもっともっとやっていくっていうのはどうなんですかって言ったら、日本中で610基作るという計画を聞いてはいるが、自分たちは10年かかって18台しかやれてないんだと、えらく謙虚なことをおっしゃって、18サイト失礼しました。だからとてもそんな大きな風力で全部を賄うといったような技術を我が社がやれるわけではないと、えらく謙虚なお話に突然なっていくというようなことがありました。それから活断層の問題です。活断層に関しては自分たちはそこに活断層があるということを認識していません。絶対にありません。再調査はしませんということでした。というくらいですか。それで、住民に対しての説明ということについて、函館の市長がやってきて、37万人への説明はどうしてくれるんだというふうに言われたということに関しても、情報提供は常々丁寧にやっていますと。で、これ以上やるつもりはありませんというお話をされました。はい、それでそこでもう12時が来てしまいまして、今回の申し入れはおしまいですが、また何度も何度もこれからも続けようということを、私たちは続けますよということを伝えて、今日の面会を終えてきました。どうもご清聴ありがとうございました。すいません、ちょっと感想を言わせていただきたいんですけれども、皆さんエネルギーのこと、電気のことはわからないでしょうけれども、私たちはよく知ってるんですっていう、これをね、広報課の人が、課長さんがね、言うっていうのは、私はとっても傲慢だなっていうふうにそれは思いました。それからもう一つね、2030年代の話なんですけれども、これもね、政策決まっていないでしょっていうことをね、はっきりというわけですよね。これもね、やっぱり8割の国民がね、いや、脱原発っていうふうに言ってることをね、もう本当に無視してるってことで、重ね重ね、とてもね、態度が悪いというか、傲慢っていうのを私は感じて、とても腹が立ちました。何回もやっていきたいと思います。やっぱり福島の事故というのを真剣に考えていないんだなっていうことをすごく感じたんですね。やっぱり福島の事故を同じその電力を作るという立場で見てみたら、本当に恐ろしくて、
とても原発を作ろう、しかもフルボックスの原発を作ろうっていうことは、やっぱり事故前は やろうとしてたかもしれないけども、事故が起きたらやっぱりやめるっていうふうになるのが当然じゃないかなと思うんだけど、で、あの参加者の方からも、その、ひとたび事故が起こったら、まあ、日本中に及ぶんだし、その今やめれば8500億の損で済むかもしれないけど、もう何兆かかるか、あの想像もつかないような、企業としてとてもペイしない問題じゃないかという側面からも発言があったんですけども、そういうことも真剣に考えていない、なんか絶対事故は起こらないっていうふうに思ってるのかなっていうのがすごくね、あの信じられないあのことでした、というふうに思いました。いや、けど本当になくていうか、いや普通企業はね、あんまり危ないことやったらね、もう東電だって実質的には潰れてるわけですよね。で東電でさえ潰れちゃうのに、ね、電源パワーあの開発が何かやってね、しくじったら潰れちゃうわけですよ。で企業としてダメになってしまうっていうことについての危険性、今はちゃんと優良な企業としてやっていけるんだし、今ある技術を海外にもね、こう広めていくことで儲けることができるんじゃないか、そのことが貢献することなんじゃないかっていうふうに言っても、どうもそうじゃなくって、なぜか私は船に携わってたということで、原子力の運転の経験があるって、船は失敗したんですよ。それをなんか船もやったって、じゃあ失敗したんじゃねえかって思うんですけど、それを言ったことについても私は非常になんか、いやー本当に現実感がないなっていうふうに思ったし、でも私がすごく強調したのはね、あなたたちに私たちの将来、世界の将来をね、決めるような、ね、権限がないでしょうと、やめてほしいっていうことが私たちの願いなんだって言っても全然響いてないよねっていう感じを持ちました。代表団に同行させていただきました福島みずほ事務所の池田と申します。今日福島は島根原発の視察に行ってます。で今日はあの私の方でこちら同行させていただいたんですけれども、やはりあの民意を甘く見ている、舐めているってことを一言で思いました。もう今本当にこの私たちの脱原発という声をもうあの企業はしっかりと受け止めていくべきですし、今日はあのかなりあの警備も来ていただいてますけれども、私たち普通の市民が声を上げていくってことに対して、こういう過剰な警備は不必要だと思います。やっぱり私たちは本当にこういう当たり前の声をしっかりと伝えていくために、これからも防止レコードをバンバンやっていきたいと思いますので、ぜひ一緒にやりましょう。それでは、あの実際に株主訴訟を東電に対してなさっている木村さんから、 J パワーに向かって株主総会に乗り込むぞという発言をしていただきたいと思います。こんにちは、脱原発東電株主運動、また、東電代表株主代表訴訟をやっております木村由衣と申します。J パワーもですね、あの株を公開して、ちょっと私今日新聞をあの会社に置いてきてしまったので株価ちょっとわからないんですけれども、100株を買えば、株主総会に入れます。それで今10月の今日17日ですよね、25日くらいまでには絶対買ってください。100株です。まあ、東京電力の株を私買った時に、もう23年前にですね、買った時に57万円しましたけれども、今日は1万2700円です。それくらい原発の事故を起こすととんでもなく株価は下がります。で J パワーの職員もですね、もあの持ち株会っていうのがありますので、社員がみんな株を買って支えてるわけですね、会社を。そして、関連会社もみんな買わされて支えています。そういう人たちが事故を起こしたら途端に下がるわけですね。でしかもですね、多分 J パワーは、そんなに今回の、福島原発の事故があってもですね、全ての、旧電力株があるところ、あの原発を持っているところは全て株価が下がりました。沖縄電力だけが上がったんですよ。 J パワーもあんまり下がらなかったと思います。でも今度これから原発を動かしていくということになったら株は下がっていきます。皆さんぜひですね、あの100株を単位株買って3万株以上になれば、
議決権行使書にですね、私たちのその提案を出すことができます。東京電力もですね、私たち、今年は48万株集まって、賛同者がどんどん増えてですね、なんとか株、まあ、もちろん微々たる力ですけれども、株主総会でですね、大きな発言をいろんな形でですね、することができています。で、全ての日本の全、全ての原発を持っている電力会社にもですね、私たちのような株主運動は23年前からありまして、みんなそれぞれですね、株主総会に行って発言をしています。で、あと関連会社の東芝とかですね、日立にも株主となって発言している株主さんもたくさんいます。で、なぜその J パワーがやはりその電力をその、原発にその依存しようとしているのかって言ったら、やはりですね、東京電力が潰れなかったのも国の力だけではありません。1兆円は国は入れましたけど、その前に事故があった直後にですね、三井住友とみずほが1兆円ずつ追い貸しをしています。で、追い貸しというのはもうすでにですね、みずほも、三井住友も1兆円ずつ貸してたんですね。それにさらにあんな事故を起こした会社に対して追い貸しをしたというのは、国は東電を潰さないよという確約があったからこそやってるわけですよ。で、私が今呼びかけているのは、今回のニュースでも呼びかけたのは、皆さんですね、メガバンクにいっぱい、お金はね、1万円とか2万円とか少ないかもしれないんですけれども、預金をしてらっしゃると思います。それをすべてすぐに引き出してください。そして預金の金利はゼロに近いですから、1万円しか入ってないからいいわとかではなくて、それの手数料で彼らは儲けてるわけです。で、メガバンクの手数料ほぼ、利益のですね 15% をその手数料で儲けてます。で、2002年の統計しかないんですけれども、 2.3 兆円を手数料の収入があるわけです。ですから、そういうことを考えたら、私たち一人一人の力は小さいですけれども、やはり今8割の国民が原発いらないって言うんであれば、メガバンクからに手数料を絶対渡さない。自分の会社の、お家の近所のですね、信用金庫に預けるのでいいわけですよ。給与振り込みから、クレジットの引き去りから、全ての手数料収入、お金を振り込んだりするのも全部引き去り何百円か入ってますのでね、全ての金融からメガバンクから引き出しをして、全部ゼロにして、そして、自分の口座お金をですね、メガバンクに1円たりともやらないというですね、ぜひ決意をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、どうもお疲れ様です。FOE じゃないんですけど、FOE の方と一緒に活動させていただいております。堀田と申します。皆さんお疲れ様です。私は皆さんの方がご存知だと思うんですけれども、先週の月曜日も夕方こちらに来まして、ここで初めてとした皆さんがですね、こちらにいらした時も来させていただいたんですけれども、本当に私東北出身なんですね。それで大間にも昔行きました。とっても本当に海が本当に昔の海なんですよ。本当に綺麗な海なんです。それがこの間大間原発の建設の写真を見て、すごい悲しい気持ちになりました。なんでこんなものを建てなきゃいけないんだろうと思ってます。それで核燃サイクルのためっていうような話もありますけれども、先ほどもね、ご報告聞いてましたけど、核燃サイクルだけじゃなくて、今の経済サイクルを回すために必要だっていうふうに言ってますけど、それは絶対変えられると思います。それでもうですね、悪いですけど、おじさんたちにはですね、それを決めるのはやめていただきたいと思うんです。で、若い方
方、これから責任を持ってそういったことを押し付けられてしまうような若い人たち、子どもさんですとか、そういう人たちの意見をとにかく取り入れてほしいなと思ってます。もう今までのような経済サイクルは終わりです。で、終わって私たちはやっていけるというふうに思って、原発はもういらないっていう声が国民の 80% を超えているのですから、私たち自分自身でみんなが変えていけば絶対できると思います。それで J4 の方も今なら絶対やめられます。それで上の方が何と言うとですね、ぜひ社員の皆さんも声を上げれば大変かもしれないですけど、みんなで一緒に国民の一人として声を上げて辞めていってほしいなと思います。とにかく絶対に道はありますが、原発がなければダメだなんていうのはもう言い訳は通用しないと思ってますので、ぜひ皆さんで声を上げていって、そして若い人たちをもっと巻き込んでですね、原発も辞めてまともな社会になるように頑張っていければなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。頑張りましょう。どなたか一言おっしゃりたい方がいらしたら発言をいただきたいと思いますが、いかがですか。はい、どうぞ。大丈夫です。こういうすごいところに来て、なんか自分がこう働きかけをしてるんだなっていうのがすごく今日は、もう実感としてあって、来てよかったなっていう思いです。ドイツのエネルギー政策、今年間研究開発をしてかなり進んでるっていうことで、映画を見たり、私自身微力ではありますが勉強をしています。このゼーパーさんが風力開発とかに力をとても発揮しているということを、本当に最近ですが知って、その力を本当にこれからの日本の将来のエネルギー転換のために費やしていただきたい。本当に経済のサイクル、先ほどおっしゃいましたけど、その循環を変えていく、それは本当に何十年もかかるということは聞いてますが、それは私たちのこれからの未来のため、日本だけではないと思います。世界に向けて日本がこれから発信して、日本も積極的に本当に安全なエネルギー、本当に子どもたちのために、本当に子どもたちのためにってことを毎日毎日、私はそれを考えて、こういうところに足を運んでいます。皆さん、これからも私も頑張りますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。それでは、いたします。今、ご要望がありましたので、一言ご案内させていただきます。脱原発を目指す女たちの会では、11月23日に、原発を止めるというタイトルでキックオフから1年目の集会を行います。会場は明治大学のアカデミーホールです。そこに、大間で、原発に隣接する赤坂ハウスで、頑張っていらっしゃる小笠原敦子さんもいらっしゃいます。それからやはり建設中の島根原発に反対して活動していらっしゃる芦原康江さんもおいでいただきます。ぜひ皆さん11月23日集会にご参加いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではコールいきます。大間原発の建設反対、大間原発の建設反対、大間に原発はいらない、ダンス
ご視聴ありがとうございました。何度もやっていきましょう。ご苦労様でした。ありがとうございました。